県医師会は今日定例の記者会見を開き屋外で新型コロナへの感染の危険がない状況ではマスクは不要とする見方を示しました会見で県医師会の安藤紀明会長はオミクロン株の変異種 BA.2 の病原性が BA.1 と同程度とする研究が発表されたことや 感染しても無症状や軽症の人が多いことなどを受けて今後、病原性の強い変異種が現れない限り全体として出口に近づいていると明るく捉えられるという見方を示しましたその上で気温が高くなる夏場を目前に控え感染防止対策で着用しているマスクについては換気の良い屋外などで人との距離が保たれ ほぼ感染の危険がない場所では熱中症予防の観点からマスクは不要とする考えを述べました一方でワクチン接種をはじめとした感染防止対策を怠らないことが出口へ進むためには重要だとして次のように述べました病原性が低くて弱毒化したとはいえやはりコロナウイルスに感染するということは一定数後遺症の可能性もあるということです 軽くなったからといって、軽く見ないでということですね。